ヴィッセル神戸 U18 から昇格しました、本間ジャスティンです。得意なプレーは走り回ることと1対1です。対人には自信あります。パッとくるじゃないですか、もう数字覚えやすいし、ゾロ目とゾロ目ってから33にしました。緊張してますか？緊張します。だいぶ日本のトップを見たんで、またもうなんていうんですかね、そこで学んだことを日本に帰って自分もやるしかないですし、あの今試合見とったけど、コニーのピッチに立つことが僕の夢なんで、それ目指して頑張ります。海星、こうやくんです。最近はこうやくんが部屋一緒でちょっと仲良くしてもらってるんで、スタバをおごってくれたり、ちゃんと先輩っぽいこともゆるきさん先輩っぽいことやってます。はい、ずっと横でスイカゲームやってますけど、もうそれあーとか言いながら、最初にその、まあ、戻ってきて同室の相手が、まあ、ゆるき選手って知った時はどう思いました？ちょっとえと思った。年も離れてるし、そう、ね、もっとなんか翔吾とかその近い子かなと思ってて、けどこうやくんと思って緊張したけど、そんなことなく全然優しいです。見た目通り優しかったっす。中身も遠くから見たら似てると思うんですけど、やっぱ近くで見たら全然ちゃうと思うんです。やっぱプレーも見せれるように頑張ります。とにかく試合に出て神戸の勝利に貢献することと、個人では5アシストしたいと思ってます。ありがとうございます、頑張ってください。よろしくお願いします。興味はスパーストは2対1、うわ、ぽいぽいな。ジャスティン的予想は中盤は旗手遠藤久保のスリーセンター2-0っす。今日の前線は中盤、カメラなんかカメラこうへんの、ええやばいやばい、なんでなんでなんで落ちた、撮影ならないよそれじゃ。第3節出場停止だったハザー47秒です。左センターバックワリード・ハヤムを選択したんだとは思いますけどね、やっぱり同じポジションとかのその代表の選手とかが結構関わる機会としては多い、そんな関係ない、関係ないです、全員関わってくれて。そうですね、中山選手がよく会えました。ゆうたくんはめっちゃ優しかった、めっちゃいろんなことを教えてくれて。大沢は序盤どの辺見たいですか？そうですね、こうやってやっぱボールを持つ時間があったりどうぞどうぞ、はい、高まれを早くして相手を早く動かすっていうことはすごい大事になってるんじゃないかなというふうに思います。はい、でその中でやっぱり簡単なミスをしない、あの中盤の位置あたりで、そこするとやっぱカウンターが怖いので、うん、そういうところを警戒しなきゃいけないかなと思いますけど、冨安のパスを外で受けた中村で起点、その中村が背後に出ていきます。まあ、ああいう形で3人目の動きだと、2列目からの裏に走る動きに対して相手についてきづらいので、はい、まあ、そういうところをね、あの積極的に狙うすげえリープ。やっぱマイクマ選手は意識するもんですか？2人3人4人と仲間っていう形作れますよね。そういうところがすごいと思います。早いです、とにかく縦に早いし、もう判断が早いです。ボール持って無駄がないって感じです。めっちゃ入ってなかった、こんなキーパー止めるドンピシャだったんだ。実際に帯同してやっぱうめえなって思った選手って久保君っすもん、久保やっぱりそしてバケモンっす、ね、IQ がもう高すぎるサッカーする上での、はい、まあ、考え方とか嫌なところに立たれて行ったらもう裏使われるし、タッチラインつけに行きましたが、それは失敗、やっぱ練習の中でこう対峙するというかディフェンスを変えてやることはあった、はい、味方に打ったらもうめっちゃ嬉しかったし、
僕に出しとけばなんとかなるみたいな。とりあえず収まるし前向いてくれるしなんとかし。とりあえず出してそこから回ってとか。プレスした方が僕いいんじゃないかなというふうに思ってます。今のねミスもそうだけど、はい、逆になんかその帯同する前と後で印象変わった選手。7番の有馬団が右のウィングを務めています。南野さんですね。南野さんは怖そうやったけど全然怖くなくてやり直しました。優しかったから、お茶目だね。見た目だけじゃないやなって。お茶目ほんまに、まあ、でもめちゃめちゃユーモアあるって話を聞くよ。話がうまいし、イケメンでずるいずるい板倉が後ろに置いてやり直します。ゴールキーパーを使ってやり直します日本。これでオースティンからで富安選手の白さはどこにあるんですか。全部ハイクオリティーってのはあると思うんですけど、とにかく強いです。当たり負けせえへんし、壁ですね。しかも上手いし、本当に来た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 、シュート得意な中村健。ああ。シュート得意な中村健。見てる？見てる見てる。今片手と多分中村健とかすごい並ぶような形で。イケメンやな。はい。ポケットの中に侵入しかけた。ユースティンとの競り合い、アドバンテージを見てます。アスワドのパスです。ワンチャン。抜けたマルフーン。シュート。やばい。アリバラか。いや。出てないわ。要注意人物の一人です。7番の有馬団。え？誰？さて今度は板倉。板倉ですね。行こうか。今から。板倉選手は大丈夫でしょうか。大丈夫？ちょ。遠藤は横にさばいた。来た。うおお。来た来た。さすが、えぐい、えぐいシュートやん。やめて。これはもうジャスス頼むよ。あのミドルシュート。いく。ジャスないか。反応してんよ、どうなんですか。いく。3人ぐらい反応してたけど、みんなちょっとオフサイドだってやめて、どうやって譲ったのかね。でしたよね。いやいかつ。これやんな、マイクさん。30ユースフーン、右足で打ちました。やばい、やばい。残り3番の早野が詰めています。このヒゲも俺生やしてあんなんなんだもん。だから、やる気やん。生やした方がいいっすか。生やした方がいいっすよね、絶対これは。結構ブリッキーきますよね。一回生やしてみてほしい。すっげえ。誰みたいにしたの。バーレーンの選手ファンマタス。追加は3分。もう40秒以上悪くない。ほんまにいいと思う。高校があったから生やしたことなかったけど。高校あかんの。高校高校あかんくないよ。恥ずかしいやん、なんか高校生これ。日本やったら。森田の寄せはノーファール。います。堂安が寄せます。計算通り。計算通り。計算通り。シュートの1-0か。怖いな、次行かれたら。怖いっす、次行かれたら。ノックアウトステージ最初のゲーム、先に点を取って前半2-0言うてない。前半2-0。うますぎる、うますぎる。え、おっさん、おい、さすがにな。分かってた。でも相手が出してるよ、これ。ほら、確かに。え？ほら、ガチやん。ほらな。お、ゴールやん。ゴールやん。ゴールじゃん。え？それはゴール。ラッキー。全然。ゴールだよ。下だ。え、下。ブラジルか、下。下ブラジル。カタールとかも出るんじゃない？適当やん。いや、分からん。いや、分からん。2-0か。でしょうね。
ダイヤダイヤダイヤ刈り上げダイヤ刈り上げしてた上田ワンタッチあー入ったイエスサンズルフェアオフサイドね最初最初のどうはガチで誰トうわ来たそうもそう来なくっちゃじゃあでストーリーだろメンションしようそれでフォローしてもらえるんすなメンション仕掛け方としては難しかったかもしれないですけど返してくれるのかな1回目で下げない返してくれるやろゆうたくん返してくれてトミーは普通フォローしてないですまずなんか俺がしていいかわからんってそうそうそうミスした来たよ来た三笘三笘うわすぎるうわああやっぱしゃあないしゃあないしゃあない一発目いいねそういうことだから三笘さんおっ来た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 すぎスポーンあるわこれいやうわすぎるわうますぎる失点を取り返したまたじゃねまたエブエちょマイクさんミスターどういうことまあ、強いシュートを持っている選手ですし、まあ、ニアウェイシュートやばいよな逆サイドズドンとかいろんなやっぱパンチ力あったいやもうやばいっすよ見たことないっすあんな人、ね、日本人っぽくない感じのシュート一択ですよねだけどそのあ、来た運んだ三笘うわ、来たうわえぐいえ虹そのまま行くうわいやーサムヤサムヤやっぱなんで期待通りに三笘薫が違いを見せました4人抜いたのめっちゃ普通にF いって最後は的にはやっぱ縦にこうぶち抜かれるっていうのは一番嫌ですねもう内に行かれたらもう、うん、内に行かれるのも嫌ですけど俺は縦が強いからそれが勝負してきたからそれで一番嫌ですねぶち抜かれるのはファールをアピールしてますよし3-1で日本の勝利となりましたがどうでしたか試合見てみてすごいっす、もうリードしとったっすけどやっぱ僕の大好きな三笘さんが出てきてくれて途中からやっぱ半端なかったっすいずれはねあのユニフォーム着てはい、はいこのピッチに戦いたいです、はい、頑張ってくださいはい、はい、ありがとうございますお疲れです遅いんで寝て明日に備えてくださいはい、はい、お疲れです